こんにちは、ドールンです。ということで、無事本日の宿泊先に着きましたよ。ってことで、まあ、残念ながらね、雨降ってるんですけど、おかげさまでありがたいことに駅直結のホテルにしたんで、全く寝れることがなく、まあ、僕ね、もうこの前の動画の時に撮影してる時に折りたたみ傘を入れる袋が飛んできまして、風で、あーっつって、ちょっと撮影終わった後に取り行こうと思ったら、ちょっとなんて言うんだろうな、まあ多分入っちゃいけないんであろうなみたいな感じがしたので、なんかまあそのユニクロで買った傘だし、ってユニクロが悪いわけじゃない、俺もユニクロ大好きだからさ、ユニクロ大好きやけんあれなんだけど、そのなんて言うんだろうな、うちじゃない、別になんか空耳アワーですよね。っていうところで、そう、ユニクロの傘がね、ついにまあお行きにとか、まあ逆に、あ、これね、外の電車ね結構うるさいかもしれないけど、ごめんなさい。ホテル来ると、だいたいその僕絶対やんのが、まず第一に換気します。ちょっとこの部屋入った瞬間匂いがしたんで気になったのもあるんだけど、僕多分匂いに敏感なんかもしれん。さっき隣になんか座ったおばあちゃんっていうのかな、多分80代ぐらい近いと思うんだけど、ちょっとなんか独特の匂いがして、うっぷってなったんで。でもね、なんかそのなんだろうね、因果応報って言って、良いことすると良いことが回ってくるんだなっていういい例になったからいいんだけど、何かっていうと、その多分お孫さんかな、お孫さんとそのお母さんかなんかと、多分死に妹、その お母さんの妹かなんかとおばあちゃんみたいなので4人で来てて、で、椅子で言うと、そのまあお母さんおばあちゃんが座って、男の子が立ってて、で僕がまあ座ってて、でもう一個ここに空いてたんですよ。行った時に、まあ、気づいたけど、まあいっかと思って、昔の僕、今までの今日本日さっきまでの僕であれば、まあ、知らんしみたいな、知らんしって心狭いやつだなこいつって思うと思うけど、そうそう、結構狭いんで、僕だいぶ狭いですから、はい、っていうところで、でもあれと思って、なんかちょっと違和感感じたから、隣こっちにおばあちゃん座ったんですよ。で僕を挟んで、おばあちゃん、そのお孫さん、お母さんかなみたいな感じだったんですけど、トントンって叩いて、変わりますっつって変わってあげたんですけど、そう、初めてなんかそんなことをしてみて、で今までそういうか、そういうなんだろう、そのなんか挟まれるっていう時があんまなかったというか、そんな、っていうかね、別に僕のここの横にポールがあったからちょうどいい位置なんですよ、ここ。いいしちゃって。で、僕の隣の隣の人もスーツケース持って、僕もスーツケース持ってるから、スーツケースになるとちょっと窮屈じゃないですか。なんで、いや、本当はここが良かったんだけど、でも、なんかね、お孫さんとおばあちゃん多分話したいでしょうし、なんかそのどうしよっかみたいな、多分このなりなんで、多分言いづらいと思うんですよ、向こう。めちゃくちゃ言いづらかったと思うんですよ。だから、すいません、ちょっとなんか席とか言いづらかったんですよ。僕イヤホンはめてるし、まあね、ちょっと読み残していた青の箱を読んで、キングダムに最新刊に突入したところだったんで、没頭してたんですけど、なんかね、多分今回行った恐山の影響なのか何なのか分かんないんですけど、自然と体が動いてトントンってたで変わってあげて、で別にそこでそれがなんて言うんだろう、偉いでしょって言ってるわけじゃなくて、因果応報って何なのって言ったら、このホテル僕こんなでけえ部屋取ってなかったんですよ。普通にシングル取ってて、でそのチェックインするときにその言われたのが、いや私どもちょっと都合で申し訳ないんですけど、部屋のサイズが大きいところになってますんでって言われて、マジでと思って、だからこの前の動画でその傘袋が吹っ飛んでいく動画があるんですけど、傘袋が吹っ飛んでるのは多分動画内に入ってないけど、そうなんて言うんだろうな、まあ見てもください、あこいつこういう風に暮らしてるんだなっていうのがちょっと分かるように、まあ、今回ね、ありがたいことに公共交通機関、まあ、去年もその恐山に行った時公共交通機関でしたけど、今回その待ち時間があるんで、恐山って結構その都内近郊とかだったら、てか大体のとこそうなんですけど、そのアクセスできしやすいように、なんだろうな、ダイヤを組まれてるじゃないですか、電車バスとかも。なんですけど、青森は、とか恐山はね、青森くくんのやめよう、恐山に関しては1時間待ちぐらいが結構当たり前なんですよ。で今回は大湊っていうその終点に泊まってたんで、大湊から
手前の下北駅に行くのに8時9分の電車に乗って、で9時15分のバスで恐山行って、でゆっくり、まあ 見せていただいてというか観光させていただいて、観光じゃねえな、参拝かなまあ観光にしときましょう、分かりやすく観光して、で次バスが1時何分とかだったかな、確か。だから帰りのバスが、うん、そんなもんだったかな、多分ちょっと間違えたらすみません。なのであのなゆっくり見て、見終わったのが11時55分ぐらいかな。でお腹すいたなと思って軽くご飯食べて、あの初めてザル中華っていうのを食べて、でそっからあのまあ軽く30分ぐらいでも昼寝したし、ちょうどよかったんだけどね、なんだかんだ動画も撮れたしっていう中で、いやすごく充実した、去年よりもそのより良い旅になったなと。去年はね、去年であのその下北駅のすぐ近くにホテルが取れたので、しかもなんかありがたいことにあの花火が目の前で、本当なんかここでいきなり花火がなんかバーンって上がりだして、あれっつってどうしたこれみたいな、あ今日花火なんやんと思って、うわーラッキーみたいな、めちゃくちゃ祝福されてるみたいなのをすごい感じて、そう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 なんですけど、でも今回すごい良かった。朝の一発目、まあ、朝一の9時15分のバスの次が11時ぐらいだったかな確かなんですけど、その11時のバスだと僕一回バーン雨降られて、ああと思って傘差しながら動画撮って、でまああのなんていうんですかね、休憩所行ってゆっくりしてたら本降りでザーって上から雨が降りまくってたんで、そうだ今日もねさっき、まあもうやみそうだけどね、向こうか雲切れてきてるからなんだけど、なんていうんだろう、なんかその都合よくっていうのかな、僕に対してはすごく都合よく雨が降ってくれたんで、ああもうなんか最高の旅だったなみたいな。何回も同じとこ行くっていうパターンも今回見たくあって、例えば恐山で言えば今回で4年目なんですよ、4年連続行かせていただいてるんですよ、4回目。2020年に初めて行って、その時ミルクラーメンみたいなの食べたんですけど、その時が途中、その後にみたいな感じで、そうなんだかんだで4年連続行かせていただいてて、どんだけ恐山好きやねんって話なんだけど、それよりもね大好きな三峯神社なんで、三峯神社多分累計50回ぐらい行かせていただいてるんで、そうなんか毎回やっぱその何回も行かせていただくところって毎回毎回何かしら気づきがあるんですよ。その定点観測みたいな感じで、あ前回来た時ってこんな感じだったなとか、その前々回こんな感じだったなみたいな。 iPhone ってすげえ便利なのがロケーションマップが入ってるんで、写真のところのロケーションを押すといつ行ったかっていう、写真撮ってるからその記録でメモリー化されてるじゃないですか。なのでその前回こんな感じだったのパッてすぐ思い浮かぶわけですよ。そうするとあめちゃ良くなってんじゃん俺みたいな、めちゃめちゃ今をますます生きてるやんみたいな、今をますます豊かに生きとるやんみたいな感じになってて、その今ます神社っていうのが華厳神社の中にあるんですけど、その今ます神社っていうところにお祭りされてるのがお稲荷さんです。で僕はそこを信奉してまして、まあ、そこだけではないんですけどね、あの中であのだから僕が福岡行くと大体その まあ間違いなく行くんですよ、その今ます神社と華厳神社に参拝させていただきに行くんですけど、もうそれはルーチンなんで、福岡入りしたら絶対やるっていう、その日にできなければ次の日の朝に行くみたいな感じなんですけど、そうするとなんかその前回来た時よりも今の方がいいじゃんっていうことが増えてって、どん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 、まあ、そういうご利益をいただける神社がございますんで、福岡天神華厳神社内に今ます神社っていう、そこ行かれるとねいいんじゃないかなと思いながら、別にその話をしようと思って僕撮ったんじゃなくて、さっきのねそのおばあちゃんと僕が変わったことによって、まあ多少なりともいいことをしたわけじゃないですか、善行ですよね。その善行したらその日に帰ってきたからびっくりしちゃったって。だってシングルってもっと多分狭いでしょ、なんだけどだバリ広いやん。ちょっともう外うるさそうだから閉めちゃおう、あ閉めようと思ったけど閉まんねえな、これまあいいや、あのロックかかってたんで、っていうことで、あのなんだろうね、もうだからテレビでかすぎて普段テレビなんて全く見る気起きないけど、ちょっと見ちゃおうかなって思うぐらいだったの今日。なのでね、まあ本当最高の旅だったな今回。まあでもこういう風な生活ができてるのって本当なんかその荷物がね見ていただければ分かるとき、本当に来たまんまって感じなんで、スーツケースと、まあ、リュックがくちゃってなっちゃってるけど、あのリュックのところにパーカーと、あとあのそこにある僕ん家の冷蔵庫みたいな、
クーラーボックスというかクーラーバッグちゃん、これ2代目です。2代目3代目多分来るよ今度ジェイソウルブラザーズが多分怒られそうだけど、そうそう、あの2代目うちのクーラーバッグちゃん、ちょっとね、あの傷んでくるとね、あの水漏れしちゃう子なんですけど、このサイズちょうどよくて、2代目買ったの多分ほぼほぼいろんなアイテム買ってるけど同じの買い直すって多分ほぼないんで、うん、なんでまあいい商品だなみたいな。あとはね、まあ、これはもう本当これさえあれば僕、まあ、世界中どこでも行けるんで嘘じゃない。これはパスポートとあの財布とみたいな、その最重要アイテムが入ってるんで、だからこれさえあれば極論現地調達すればいいからどこでも行けるんですよ。ただそうすると毎回毎回買わなきゃいけなくなるから現実的じゃないので、そのこの、まあ、スーツケースとカバンに集約されているっていうところで僕の生活。いやでもありがたいよね、本当にめちゃめちゃありがたくない？だっておばあちゃんと僕が席交換しただけでさ、なんか部屋もなんかチェンジされたからねチェンジチェンジみたいな、ありがたいよね本当。これが多分ね、でも本当神社巡りとか神社仏閣巡りさせていただいてる極読かなって。まあお寺だと極読、あの神社だと御利益とか言いますけど、まあ、実際ね、本当僕もお坊さんとしての修行の一環で恐山は行かせていただいておりまして、まあ、いろんな神社行かせていただいてますけど、神社仏閣、恐山は、ね、まあ、あの菩提寺っていうお寺さんなんで、で中でそのパワースポット巡りをさせていただいていいことっていうのが、その一番いい流れに乗っていける、だからその流れに乗りながら仕事を進めていくことができるのですごくスムーズだし、もちろん旅をしながらでも仕事は進めてますんで、僕もね、なんかもう傍から見たらこいつ遊んでばっかいるんじゃないかと思われそうで嫌なんだけど、でも人が遊びだと思っても自分が修行だと思えば修行なんだよっていうのを教えてくれた、あの天台宗のお坊さんがいまして、その人が言うにはまあそういうことなんですよ。だから多分天台宗はそういう教えなんですよ。で真言宗で僕うちの、 あのお師匠さんというか、まあ、名付け親のお師匠からそういう話はないけど、ただ、まあ、その人それぞれの修行を多分お坊さんってしてると思うんで、うちのお師匠であればやっぱりあの証券幹事財っていうところに多分つきますし、お兄ちゃん弟子で言えばやっぱりバック与楽というか、人の苦を取り除いてというか楽を与えるっていうところを徹底されてるんで、あ、バック与楽に関してはでもお坊さん共通ワードじゃないかな、お坊さんの生きてる意義みたいなもんなんでバック与楽って。で中でね、ほんとなんか分かりやすく、僕の場合だともうそのなんだろう、できることといったら、あ、こんな自由に生きてる人いるんだって思ってもらったことによって、そのなんか塞ぎ込んでたりとか、僕なんてね、それこそアルバイトマック1週間でクビになるみたいな高校の時ねぐらいのクソ野郎だったわけですよ。おばあちゃんにと席でそんなぐらいの人間ですからね今日までね。 その人間でもまあそのやっぱね、その場その場でやっぱ変化していけるんで、で気づいたのがそういえばね、僕が勤めていた、まあ、そのバイトとかもそうですよ、バイトも入れて、あとはその正社員も入れてですけど、僕もこんなですけど正社員もやったことありますんで、ってなった時に、いや電車乗ってて気づいたのが、その一社を抜かして全部潰れてるっていう。だから例えばマックで言えば、あの立川のマックのところに今ドンキさんかな、いや違う松屋になってたかな、あそこみたいな感じで、まあ、あの分かる人は分かると思うんですけど、北口のところのドンキの近くにあったマックがあるんですけど、そこでバイトしたんですよ高校時代。でも1週間で辞めたけど、てかクビになったし、クビになったのか辞めたのかみたいな、やってらんねえと思って辞めたんだよね確か俺。その後コンビニでバイトして、コンビニがすげえ良すぎたけど、そのコンビニもだって潰れたしね、良かったけどねコンビニ。全然就職したオンラインゲーム会社もなんか買収されて、てか売っ払ったんだと思うけど、あの社長で結局なくなっちゃってるし、あとなんだろう、まあビッグモーターの不祥事の件で、僕車業界で一部上場企業にいたので、本当ね休みの日決まってない超ブラック企業だったんだけど、それでよく一部上場になれたなと思って、結構びっくりするんだけどさ、日本のそのザルな感じ、そのホーム的な感じの、ホームとか倫理観というか、でもなんかそういうもんなんだろうなみたいな、数字しか見てないと思うんで、多少なりとも数字と、あとそのルールが決まってるかどうかとかだと思うんですよ。上場もね、上場してる、まあ、友達だったりとか、まあ、仲いい人何人かいるんであれですけど、上場もスキームですからね、スキームやり方っていう、要は上場するやり方さえ知ってれば上場させられるって。実際僕がお世話になったマグマグっていうメルマガスタンドがありまして、一時期恋愛カテゴリーで1位だったんですけど、僕
そのマグマを買い取った人だって速攻で上場させたもんね。そう、その人は上場させるのが好きだから、多分上場するとねやっぱ企業価値上がるしっていうところだと思うんですけど、っていうところで、まあ本当人生いろんなものが積み重なって今がありますんで、でもびっくりした、あーと思って、意外と地球俺に優しいじゃんみたいな、そう、意外と宇宙俺に優しいなって気づくきっかけになったのが今回の多分あの恐れ山への旅だったかなと、すごく腑に落ちたというか、例えばね、じゃあ、雨にずぶ濡れることもなく一本バスを遅らせてたら雨の中恐れ山回らな巡らないといけなくなるんで、ってなると動画も撮れないし傘さしてるから、ってなると、うーん、なんかその予定通りではないじゃないですか。一応動画撮りたいなって思ってはいたんで、実際お参りした後に。なので僕なりのこれはお勤めでもあるんですよ、こういう風に動画を撮ってるってことは。なんでかって言ったら変化が分かりやすいじゃないですか。で YouTube とか YouTuber さんって何が楽しいって言ったら、そのどん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 贅沢になってくっていうのが多分楽しいじゃないですか。成り上がってくのを見てるのが楽しいじゃないですか、実際。分かんないけど、そうじゃないのかな、分かんない、人によると思うから。なのでその中で、そのなんだ、僕で出せるものって言ったらやっぱ移動しまくってるんで、その移動しまくってんのを分かりやすくその動画で切り取りしていくっていうのが多分僕にしかできないことなんじゃないかなと思ったんで、最近ちょこちょこ時間があると撮ってるんですけども、ちょっとその前とかはね朝のお勤めっていう感じで、その朝に起きたら絶対撮るみたいな感じだったんですけど、ちょっと暑くなったんでエアコン入れますかね、ということで、エアコンの場所さえ知らないっていうか、エアコンさえ入れないで動画撮ったみたいな。ほんと着いたばっかなんで、そう、あとはねシャワー浴びてご飯食べてゆっくりして寝る。明日ちょっとね朝一に仕事先に電話しないといけないんで、新しいパートナーになる、新しいパートナーになってくれるんではないかなっていうところに、まあ大体お金払えばいいんで大丈夫です。お金払っても嫌だよっていう人あんまいないんでね、大体売り上げ作ってあげるって言ったらお願いしますって言われる方がでかいんで、そうそうそう、なので売り上げ作れるって結構でかいっすよ。そうだから、ビジネスを作れるとかマネタライズができるって結構な能力なんで、それなんでできるのって言ったら、今までいろいろとビジネスやってきたんで、さっきちょろっと言ったようにマグマグでね、恋愛カテゴリーのまあ部数だよね、その読者数っていうのかな、まあその読者数第1位だったとかっていうのもあるし、あとはセドリで言えばセドリブログランキングっていうところで1位だったりとかするし、だから結構1位を取るのは僕好きなんですよ。そのまあ結構ニッチな市場ではありますよ、セドリもそうだし、そのマグマグの恋愛カテゴリーっていうのもニッチではあるけど、やっぱり1位って結構響きはでかいんで、そのちっちゃいお山でもいいか1位を取ってるしまえばというか、取るやり方を知っていれば、例えばじゃあセドリブログランキングで言えば、その月賞1000何十何万円みたいな人が1位取ってたんだけど、僕1位取った時にやったのってベンツヘッダーにドンって乗っけて、乗ってたゲレンデバーゲンっていうのをドンって乗っけて、なんかその他と一線を画すような、なんかかっこいいって思われるようにしたくてページ作り込んでもあったんですよね。それもまあ その時そこまでお金あったわけではないというか、そのウェブページにそこまでお金を割く余力がないというか、そんな気はなかったんで、本当なんかなんだろうな、まあ、当時付き合いがあった、まあ、パートナーのつながりの人に作ってもらったんですけど、でもそれがやっぱ功を奏して、そのなんかなんですかね、まあ、自分で言うの嫌なんだけど、なんかそのセドリっていう業界で言えばレジェンドって言ってくれる人もいるぐらいにはなったので、なんか文化を作るっていうのは結構好きなんですよね。で今回その新しい商品をリリースするんですけど、その新しい商品に関してもその業界で言うと多分誰もやってないとか、誰もやってないから衣装登録っていうのを出せるんですけど、その特許みたいなねのを出せるんですけど、それが通ってさえしまえばうちしかそれができなくなるので、日本に関してはね。なのでそうなってくると、日本でまずバズらせて流行らせてめっちゃ売って世界展開が見えてくるん で実際僕じゃあ台湾住んでたこともあれば、クアラルンプールマレーシアも住んだことあるし、シンガポールよく行ってたし、フィリピンに会社持ってたこともあるし、で今が本拠地がタイじゃないですかってなった時に、世界が見やすいんですよ、分かりやすいというか。でアメリカロスでアニメエキスポっていうところに出展したこともありますんで、なんて言うんだろう、なんかそのイメージがつきやすいんですよ、世界展開させやすいというか。そうね、根本的に言えば人間なんで、人の思ってることというか、その人が欲するものって悩みを解消する、もしくは快楽を追求するっていうのにお金を払うわけですよ。なので
そのお坊さんの役目のところにつながってくるんですけど、バック与楽って言ったじゃないですか、さっき苦を除いて苦を抜いてで楽を与えるっていうのがお坊さんの役目になりますんで、そこにも通ずるし、なおかつそこを徹底的に理解してればっていうか、まあ理解してたからこその今回の商品って感じかな、新しくリリースするの。そうそう、なのでまあまあ本当ね、お守りをちょっと形変えた感じというか、なんというかで、うちのその今お世話になってる方でなければそのアイデアは絶対なかったし、まあね、斉藤ひとりさんって高額納税者番付何年間か連続捉えた方で言えば、その現出するところに現れるみたいな。彼は一切作ってないらしいんですよ、そのレシピとか。レシピ作った人が自分とこ来て一緒にやりませんかって多分言うんだと思うんでね。だってひとりさんと組んだらさ、まあ莫大に稼げるじゃん。だって高額納税者番付取ってた人とかね。なおかつ彼がやってるのってサプリメントのそのネットワーク販売みたいなもんじゃないですか。代理店増やしてってるんで。なので一時期ね、僕も銀座マルカンさんの商品買ってた時代もありますし、実際マルカンさんの代理店で買ってましたんで、で斉藤ひとりさん見たことあるしね、あの品川プリンスの、まあ、やるんですよ派手なパーティーを。その時にあの僕、まあ、購入者ではあったので、そのチケットを買ったのかな、多分買って会いに行ってみたいなあの感じではありますけど、まあ一傍聴者ですよ。そうなので、でもひとりさんによりもっと近かった人と北海道で仲良くなったりとかしたので、なんかひとりさんの寺子屋みたいな感じのお弟子さん会みたいなのに参加してた人がいて、そんな方がいらっしゃったりとかしたんで、そうなんだよね。だからどこでどうつながっていくか分かんないんで、マジで。だってバリの兄貴なんて、だってマレーシア、僕がそのうちの、まあ、セドリのスクールやってた時のスクール生がマレーシアにコンドミニアム持ってて、それを思い出して、で、あ、そういえばコンドミニアム持ってましたよねって、マレーシア行く時ぜひ行かせてほしいですって言って連れてっていただいて初めて、でその時に仲良くなったそのマレーシアで会社やられてる友達が、あのなんて言うんだろう、クリスマス何やってんのみたいな話になって、いやクリスマス特に予定ないんだよねみたいな話をしてて、あ、じゃあマレーシア来ればいいじゃんって言われて、あ、マジでっつって、でその時にマレーシア行って、まあその人も男なんですよ、で僕も男じゃないですか。でその友達のとこの社外取締役をやってる人も来てて、その人も男なんですよ。だからあのマレーシアでなぜか野郎3人で過ごすっていうよくわかんないあの感じで過ごしたんですけど、一時期 いつだっけな、ちょい前だね。そうなんだよね、これ自動しかないのかな、風量自動しかないんだね、これじゃあ温度変えるしかないのかこういうねちょっと些細なところがやっぱ、ホテル暮らしのちょっとめんどくさいところかな、やっぱそろそろ拠点が欲しいなと思い出してて、はい、あのお堂的な、で僕がね目指してるお堂ってやっぱ革新的なお堂なので、自分で言うなって話だけど、でも間違いなく出来上がった時にはテレビの取材が来るぐらいにはしてあるんで、そうそれをやるためにね結構努力してるので今ねっていう中でね、いやーそうなんですよ。なのでいろいろとね、まあいろいろと伏線がだんだんつながっていって、まあね名前の通りで導かれるように動き回り、人を導けるような人間になるために努力をして、戒めの戒名っていうのをつけて、社会的にも名前を変更して生きておりますんで、まああんま聞かれることないけどね、あの偽名って思う人いないしね、そうあの変わった名前の人だなみたいな、だからあのね、あのちょっと不思議な顔されてると、あ、一応お坊さんなんですって、あ、納得ですねって言われるんで、そう、これはお坊さんっぽい名前じゃん、そうあのそういう風に意図を持ってつけていただいてますんでっていうところでね、あ、いいね夕焼け綺麗そうだね、あ、見えないか、ちょっと待ってね、夕焼け綺麗に見えそうな感じはあるね、いや超いい旅だった。ちなみにこれ八戸でございます、八戸。いやー来年も来れるのかな、来年も来たいとか思っちゃってるからね、また僻地ですよ、僻地、日本の僻地。でも好きなんだよね恐山の動画、あのこんな感じだよっていうの動画で撮ってるんで、興味ある方は見てくださいっていうところでね、いろいろとギュギュギュッと詰め込んじゃいましたけど、まあまあフリートークでいいかなって最近思い出したんで、もう、
あとはね、何が良くて何が悪いとかっていう二次元的な発想は特になくて、そのいい悪いとかって本当に二次元じゃないですか。で三次、この現世が三次元の世界なの でそれ以上になると四次元五次元っていう感じる世界だったりとかするんですけど、そのなんていうんですかね、まあ、スピリチュアル的な話になって申し訳ないんですけど、なんか宇宙とのシンクロ率が上がったというか、今回よりそんな感じはするかな。ライオンズゲート期間中にね、その日本三大霊場の一つの恐れ山に行かせていただいているだけでもめちゃくちゃありがたいです、僕からすれば。でなぜかあの石槌山に登ることになったんで、マジかと思いつつ、まあ、頑張りますけど、それだって宿取れちゃったんだもん。いや行きますよ、行きますよ、さすがにこれじゃない、これで行ったらダメね、石槌山の人たちにブチ切れられるの山舐めすぎでしょみたいな。止まらなければね、多分これでもいいと思うんだけど。そうそうそう、いや結構軽装で登ってる人いたのは前回登った時に気づいたからさ、そんなガチめのなんか装備じゃなくても意外といけるんだなって気づいて。まあ山はね自己責任なんでね、だから僕はもうヤバそうだと思ったら速攻で帰るタイプなんで、身の危険を感じたら速攻で離脱するタイプなので僕は。そうそう、そのなんかね、強風とか強雨、強雨っていうんですかね、強い雨とか風の中で登りたいみたいな、そんななんか修行僧ではないので、僕だから毎回山行って言うんですけど、うちはもう僕は山行なんですよ。登山が好きなわけでは全くないんで、行なんですよ。あのお坊さんとしての修行なんですよ。の時にちゃんと山登る時にちゃんと山の神様に言うわけですよ。あの辛かったら僕すぐ帰りますからねって修行になってないように見えるかもしれないけど、だってあのすぐ帰りますからねって言ってすごくいい天気にしてくださるんですけど、あの楽になるわけではないので、あのエスカレーターじゃないからさ、山ってさ、あのヘリコプタービーって言ってパイって行く感じじゃないじゃん。あ、その例えで言うと真言宗 の空海さん、悟りを開いた時に一歩一歩山を登るように悟りを開くっていうのが一般的な考えなんですけど、空海さんビーってヘリコプターでピッて降りて、あこれ悟りだよっていう人のイメージなんですよ。でもね、うちの師匠さんっていうか名付け親の師匠もそんな感じの人なんで、そうそう、だから大事なところだけは絶対にこれは抑えときなよっていうのは言ってくれるけど、それ以外の部分は結構フリースタイルというか自由にさせてくれるというか、まあうちの和尚自体もだいぶ自由だからね、自分で破壊層って言ってるしね。そう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 、でもお坊さんに教えるお坊さんであったりとかするんで、だいぶ位は高いんですけど、うん、っていうところでね、あんま言いすぎるとね、うちの師匠がバレちゃうんで言わないですけど、それはお約束なんで、はい、あの出家するというか戒名をいただくときにお約束で、はい、生きてますんで、約束だけは守るようにしてるんですよ。ただあんま約束多いと僕守れないんで、だいたいその今のそのお師匠さんっていうのかな、お匠とはまた別のレイディーみたいな、僕がビジネスの修行をまあするための手助けをしてくれているというか、まあ、アテンドしてくださっているというか、まあ、僕が支持しているという、まあ、師匠だと思っている人がいるんですよ。その人からも、まあ、そのこれだけはダメだよっていうのが言われてて、だからそのダメだよって言われた1個だけは守るんですよ。そう、多分ね、皆さん多分ね、僕のことよく分かられてるんで、こいついろいろ言っても多分ダメなやつだって思ってるから、1つだけっていう、これだけって、だから細かいこと言わないです。あとは自由にさせてくれるっていうお師匠さんが多いので、今までの歴代の師匠と、師匠っていうか師匠だと思ってた人たちもそうだな、あんま僕はね、細ゆいことをできないし、多分僕の強みって軽やかに動き回る、行動しまくるっていうのが多分皆さんが僕に評価してくださるそのところなので、それを阻害しないように、でも事故りそうになったらちゃんとあの軌道修正してくださるっていう師匠が今までいっぱいいらっしゃったんで、そのおかげでね、こういうふうに今あの自由に生きていますんで、そうそうそう、なのでね、あのやっぱお坊さんとしての修行も必要なんですけど、やっぱ現世ね、お金持ってないとあれじゃないですか。あの斉藤ひとりさんも言ってますけど、彼もね、別に好き好んでこんなキンキラキンのロレックスみたいなのしてるんじゃないんだよみたいなっていうのを言ってるんですよ。でも俺がこういうのしてないとみんな話聞かんやろみたいな、だから同じことずっと言い続けたけど、結局彼から学びたいって言って一気に増えたのは高額納税者番付1位っていう、誰でも分かる称号を取った時、取り続けた時みたいな話をされてる時がありまして、なんか YouTube かなんかで聞いたのかな、もしくは道が開けるとかで聞いたのかな、そう、耳学で斉藤一人の道が開けるって、まあ、本があるんですけど、そのオーディオブックみたいなので聞いたのかな。
結構ね通勤時間長かったんで本読んだ時期がありまして、でだんだん本読むの疲れてきたから耳がくでもう耳にとりあえず突っ込んどくっていうのがもう癖になってて、だから最近はねちょっとスピリチュアル系だったりとか、その自分が知らない世界だったり自分が気になるものっていうところを、まあ、なんで音楽聴いてる時も結構最近多いけど、音楽も音楽で僕の中で言うとリズム感を鍛えたりとかっていう勉強ではあったりとかするので、なんだろう、まあ娯楽であり勉強であったりみたいな感じなので、なかなかちょっとね伝えづらいんですけど、でも独立起業家経営者系の人って大体そうなんじゃないかなみたいな、趣味と仕事というかプライベートとビジネスをがっつり分けてるっていう人が僕の周りだと多分パッと出るの1人ぐらいしかいないんで、まあ、でもそいつ2代目だからな、不動産屋の息子みたいな、そうそうそう、じいちゃん不動産屋、お父さん不動産屋みたいな、そうそう、てかまあじいちゃんがもともと不動産やってて、お父さんがもともとまあ信金の重役やってて、出世競争で負けて、で不動産業をまた始めてみたいな、なんだろう、まあまあ、あの有料なリストを持って独立されたんで、やることは分かりますね、あの不動産売買、賃貸、仲介、あとコンサルティングとか、賃貸、仲介とかしてなかったかな、ほぼ売買とコンサルティングみたいなので稼がれてるとこの息子なんで、まあ、だ彼は本当ね仕事と遊びを完全に分けてはいたけど、でもまあ言うてでも遊び仲間を仕事遊び仲間に仕事振ったりとかしてたんで、彼もね、そうそうだったりとか、まあ仕事先の人が一回僕も一緒に飲み行ったりとかしてるんで、そんな安ニュイなんですよね。ただ僕みたいにまぜこぜではないっていうだけで、もうちょいちゃんとしっかり分けてるっていう感じの人はいるけど、後の人は結構まぜこぜじゃないかな、もうなんか、もちろんやらなきゃいけないことっていうのは発生してくるんでね、あの独立してると、その独立しててやらなきゃいけんことはやるけど、そのなんだろうな、遊びの時間だからって全く仕事のこと考えてないかってさ、そんなことはないし、だから仕事中だからって別に遊びのこと考えてか仕事で遊んでるからね、大概の人はね、そう、うわー当たったーみたいな、もうなんか本当なんか研究者なのかな、子供のパズルみたいなもんよ。そう、僕の中で言うともう本当パズルを一個一個今組み上げてるとこなんで、組み上がってパチってなった時にパーンって跳ねるわけですよ、まあ、花火と一緒だよね。だから花火せっこせっこうやって作って、で最後着火させるわけじゃん、着火させてポンって入れて、今電子式だからボタンでいけるのかな、でバーンパーンって上がるわけでしょってなった時に、それを想定してるから、なんて言うんだろうな、それに対して自分のもう本当だ思ってるものを現実化、具現化するためにコツ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 毎日生きているっていう、それが見えるところのその現実的な現代的な第三次元、三次元的な活動もするし、まあ、今話したように今回恐れ山みたくその三次元以上の存在との交信っていうのかな、そういうものがないとね、あの僕もそのおばあちゃんに席変わったりとかっていう、その現実的に分かりやすい変化もなければ、このね今見ていただいているようなこのだいぶでかいホテル、だいぶだ、まあ、ホテルは、ホテルもで、まあ、でかいけど、そのあのなんかだいぶ大きな部屋みたいな、こんななんか変化とかも現れてこないので、だって値段一緒だからね、シングルと全然良くない超お得じゃん。そうって中で、だから人にいいことするとこんな風に分かりやすく因果応報で返ってくるんだなと思いながら、それを伝えたくてこんな風に動画撮ってみましたということで、いろいろとねギュギュギュッと話を詰め込んじゃいましたけど、なんかね少しでもいいなって思ったことがあればぜひね、僕のあのお布施ではないですけど、もうあの応援クリックグッドボタンとかしてもらえるとありがたいなと、またねこんなやつの話をまたまた聞いてみたいなと思う方がいればぜひフォローでもしてみてくださいということで、本日もお疲れ様でした。じゃあねー。